全身用意前へ。頑張れポムポムであります。今日は陸上自衛隊の夏フェスこと陸上自衛隊の甲子園こと総合火力演習に来ています。今年は平成最後の総合火力演習ということで、陸自も大改変した後の総火炎なので、いろいろと期待であります。74式戦車がリストラ、すごく寂しい気持ちなんですが、しかし、だがしかし、新しい彼がお目見えです。まあ、去年も出られたんですが、今回は射撃、さらにお尻解放などもされました。水陸両用車です。登録式機動戦闘車です。やっぱり木戸線は新しいだけあっても大人気ですね。74先輩が亡くなって木戸線1090になったので、74先輩がいないとなんか柔らかみがないというか、ガチムチみたいな感じですね。この並んでるのもなかなか見れない総火炎ならではの光景ではないかと。そして富士山、これはもうご飯が12杯食べれますね。総火炎名物でおなじみアヒル神社です。新しなってない？去年より。なんか去年ちょっと小汚いやついっぱいいた気がするんですけど、警察オートバイの方がビューンって行ってビューンってジャンプするジャンプ台の下に置いてあります。
守り神として飾ってありまして、偵察隊の方は練習前にここに手を合わせて無事を願うという神社であります。はい、こちら 87AW パパ私の彼氏87好き自走降車機関砲であります。今日も相変わらずのイケメンぶり、華麗な射撃をされておりましたが、ちょっとインタビューしてみたいと思います。本日の調子はどうでしたか？ぼちぼちだそうです。これは新しい展示をしてくれております。各種装備をされた隊員さんが並んでくださっていて、写真が撮れるという嬉しいサービス。偵察の時のフル装備、こちら折りたたみ式のストック、折りたたみ、なんという重厚感。戦車乗りの方の迷彩服、戦闘服は、後ろに引っ掛けて取っ手がついていて、普通の戦闘服は偽装の草をつけるところがあるんですけども、戦車の乗ってらっしゃる方はそれプラスこちらを、救助とかするときですよね、はい、に使う取っ手です。スナイパーの方です。わで偽装の輪ゴムをついていたりと、あとやっぱりスナイパーの特徴でもあるスプレーでシャーした感じとかも生で見れるとすごく参考になります。爽快園の醍醐味といえばやっぱりこれです。リタイアトー、リタイの後を私も追って歩けるという超絶萌え体験。61式を運転しながら全身用意、前、左、ちょっとこの辺見てください。やっぱり湿気てるところは鮮明に見えてる。これは人丸ですね。人丸式の 足跡です。おあ、これゴムパッドですね。ゴムパッドですの破片、うわー軽油っぽい匂いがします。うわー、あ、帰ってきた。爽快園は射撃だけが爽快園じゃないんです。こうやって、この方々は撃った的を取り替えて夜の演習に備えるための整備を行ってらっしゃる方です。今日は他にもいくつか俺たちの爽快園を垣間見れた瞬間がありました。おー、顔を上げていきましょう。下向いてから持ち上げるよ。一度しかありません。下向いていきましょう。舞台が交代交代に変わって運転していて、施設化じゃないんですよ。普通化がやる時もあります。でしかもこの散水車が超ハードな仕事で、爽快園前の9時半にも巻いていて、あと11時、16時、18時、あと23時頃から深夜夜通しかけて巻いているとのことを聞きました。まあ、あと朝と夜の勤務で分けてるかもしれないんですけど、夜通し頑張っている裏方さんです。ぜひ皆さんも表舞台のかっこよさももちろんなんですが、裏方さんの縁の下の柱もぜひ注意して見てみてください。以上、状況終わり。